バイハザードらしいバイハザードってのがこの0からあのアウトブレイクファイル2までのこの間です。まあ、それなんで外伝シリーズと言われてる、まあリベシリーズとかセブンなんかよりは俺はこっちの1から6までナンバリングの方が好き。なるほど。特に俺マーセナリズっていう DS のマスクアタックするやつが大好きというわけで、どうもロシェルです。そうです。こっちはいけないもん。でもね、そっち側レスリー、レスリー、これから今アイテム置き来たんで、置いてきたんで、ちょっと大借金言い方で緊張しろ。でもさ、なんかマガジンとかでさ、こうガンってやったらさ、いけそうだよ。ケース？象が乗っても大丈夫みたいなあれじゃなきゃさ、壊れそうだよ。そこ右はいけないの？ね、あとなんか紋章金だったかな。そんな感じのが必要ってんでね。黄金銃、これを取ってゴールドルガー。何？なんか熱されている。これは制限時間に死ぬやつじゃないのか。代わりの銃を持ってくるってことじゃないの。ってことだね。代わりが必要だ。代わりがこの銃だからな。この悪さみたいな。これら壊れねえな。バイオ5とかだったらナイフで割れるんだけど、広いんじゃん。あ、これ八角形。あー、八角形か。さて、なんか使えそうなのってこういうのしかねえしな。形違うけど、八角形っていうか、その角的なので言えば8だから、うん、先に使えるアイテム使ってこう。どんどんアイテム溜まっちゃうとさ、ね、マジでね、初見でね、5時間以内にクリアって結構難しいよ。ノーセーブとかは。火事の場所ってどこだっけ？地味にダメージか。いやー、もったいないでしょう。まあ、いいか。とりあえず、火事の、遊びしてあるじゃん。ゴールドルガーがとりあえず替えが必要で、ジェラルミンケースを開けるためにキーピングが必要で、なんだ、なんかいないだろうな。もし出て右のとこだっけ。いやー、 Help me! ってことは死亡したのか。どこいんの。あー、あったね、そんな部屋。さっき、いや、それはないんでしょう。手かかってる。どういうこと？とりあえず家帰って。あ、はいはいはい、次のものがってことだから、この状態じゃない。次のものはすごい。だから、ちょっと消去法をしてみよう。よくわかったね。あ、銃弾。
That was too close. But I found something, thanks to you. Looks cool, huh? Oh, I need those. Give them to me. You gotta be kidding. I found it, and I'm keeping it. Fine. Let's make a deal. I'll trade you for something fully automatic.ここにいっぱいあるじゃん。See you around, Claire. Adios. Hey, wait, Steve! あいつそのまま殺しとけばよかったんじゃね。若者め。助けてもらったの忘れたのか。ここにある紋章ってなんか使えるのかな。無理でしょう。また別物。あのクソ野郎。でも知らんぞ。大丈夫、死ぬから。死ぬんだ。終盤だったかな。ストーリーだけは知ってるんでね。ストーリーだけは知ってるか。ストーリーはね、いろんな総集編やったりとかね。あれ、もうボス。兄貴の方だ。Redfield, how dare you interfere with my operation?What are you talking about? You let yourself be captured so you could lead your people to this base. I have no idea what you're babbling about. You don't fool me. You don't. I am Alfred Ashford, commander of this base. Oh? You must be one of Umbrella's lower level officers if you're in command of a backwater base like this one. How dare you!まあ、なかなかもっと行かれてるんだけど。The Ashford family is among the world's first and finest. Ashford もね、結構大切で。My grandfather is one of the original founders of Umbrella Inc. Now tell me, why have you attacked this installation? Attacked?Shortly after you arrived, my base was attacked. You must have informed your people of its location. いやいや、違いますよ。I still don't follow you. I really don't know anything about that. Unacceptable! How can you deny? 覚えてますよ、死ぬまで。My base has been destroyed. And thanks to you, the experimental T-virus was released, creating countless zombies and monsters. いや、なんていうか、あなたの場所が。Tell me.Who do you work for? Who sent you? Have it your way then. You're just a rat in a cage anyway. I'll be sure to keep you entertained before I dispose of you. 必ず後悔させてやろう。まあ、殺してもいいのだろうか。まあ、なかなかあいつ面白いですから。BSA じゃなくて、とりあえず受けたとか、これをこれ行くか。だって八角形でしょ。八角っていうか、こういう風に八角形のくぼみがあるってことだから、八角形がはまるか八角があるもんだったら入るってことでしょ。今回はね、まあフルプライスのゲームだから、要するに我々もちょっとね、危険ですから。ああ、弾取ってなかったね。そりゃちょうどアイテムいっぱいあったからね。まだアイテムの要素がいっぱいあるんだよね、ここ来る前のところとか。とりあえずこれを使っていくからでいいか。うん、そうかね、ちょうど。ボーガンの本数やべえ。約200。やばいね。
何ができるの？調べてからの方がいいかな。いや、あの、明らかに向きが違うでしょ。あ、そっち？そっちね。おもかじいっぱい。おお。それ動く。いやー、入れないでしょう。どうします？まあ、とりあえずいいんじゃないですか。レッツゴー。で、降りた瞬間集団で食われて、なんだ俺。サイドバック。あれつけ。そうですね。今回のじゃやっぱり確証あるの。バルブはある。バルブいっぱいある。何がディスクチェンジ？死ぬんじゃね？閉めたよ。潜ったよね。したのか。どうなってんの。アイテムはどれくらい持てるか確認しようぜ。まるで2個増えたね。2つ増えるね。一発しか入らねえよ。マガジンと重心に一発入ってるだけの差だよ。どんな金持ちの家だよ。潜水艦、うん、庭にあるってことでしょ。庭にあったね。で何すんの。海中でしょ。シルエラ欲しい。タフいなぁ。すごい消費するなぁ。あと1匹いたなぁ。ゾンビは引き標準高いな。確かに。あ、そっちいいな。あんのは弾か。弾欲しい。フィッシュがいるよ。白身魚の揚げ物食べたいね。これで鍵引き届いたら笑えねえよ。まだ結構戻ることになる。結構使うな弾。そしてまた結構拾うもんね。2の子とか節約しなんぼだったの。普通に焼いた。どこだ。何が。これはボスだったら最悪のやつ。弾はあるからいいかな。大きっぽいよね、見た目は。何も分かんない。バイオ即死やったっけなぁ。あーでも3で即死じゃないけどあるな。死に上みたいな。下に何かがある。ただバイオで光ってるのってなんか怪しいよねっていう。鈍い。
K402 剣を作るのかだっけ、なんかあんな、クレーン移動させられそうだね。そこのクレーンって資格必要だからね、動かすのに。これがあるか、そこのエレベーターからしちゃいけない。行きたくねえこさ、なんていうの、工場のエレベーターとかめっちゃ怖いよ。あ、これでクレーンの操作だ。ああ、なるほど。敵はクレーンって鍵必要だった気がするけど。刺さってるんじゃない？レバーだけ？おお、クレーンゲーム。おお。レフ。穴の上で落とすから、ゴトンで先に上の部屋を。セーブポイントあったら嬉しいね。ここまで来てセーブなかったっていうのもね、なかなか鬼畜だよ。鬼畜外邸まで戻るのってなって結構戻るからね。あ、消防式結構レバーが強い。レバーって取れるもんなの？あ、こっち？下ろすもん。あれの、あれが上がるのか？あの橋が。そういうこと？あれかな？あの光ってたやつ下で。あー。痛い痛い痛い。できたらもう即死もんだよね。はい、はあります、はい、よし。なんか道だよ。さあ、4位のおっさんが乗ってますよ。逃げろ。反応の時だ。カメラのせいで速くなったぞ急にこいつ。ナイフもちょっといけたり。お、フルオートをついに使うときが。強っ。吸い寄せられた。強くない？ボフが強くない？いっぱいあるのあれだね。そこ。そこ。そして体力が弱い。あ、使った分以上の弾が。できた。たくわ。バイオハザード。これで戻るんだ。バイオハザードレベルのところ。あ、スキャニングな。あれか。先に組み合わせといって。いや、今回普通に難しいな。まあ、昔もね、こうハンドルってのがあって、こう回してるとそれが壊れちゃってスパナで開けるっていうのがあったりしたんですよ。あの、犬が3匹いた場所のとこで戻って。ではね、
構俺もね、本当にね、楽しみだったんだよね、やりたいやりたいで。うん、それから時が経ってね、やりたいゲームいっぱい出らして忘れてた。これ買った時は多分ね、メタギアとね、バイオしかやってなかった。うん、ロスクラとかアイアンも、その時点で結構ゲームやってたんだ。その時を境に、かまいたちの夜とか、インクリボンじゃん。ありがてえ。基本3個ずつな。こっちの部屋入れるのかな。これセーブじゃねえかな。いや、どう見ても強いな。なんか、管理用モニター的にあれでしょ。これがさ、こっちの部屋がさ、普通にセーブだったらいいなっていう、願いがあるよね。あくね。セーブポイントであってほしい。ゾンビはいなくていい。この時にゾンビがガーッと出てくる。走り抜けよ、素直に。体力ねえからさ、戦うのはやめよう。そこのパネル。調べられてない、調べられてない。パネル調べて帰る。逃げよ、ここは。ここは後回しでしょ、回復した後に。やばいな。コウモリうざい。ここじゃダメだな。ちょっと体力減ったな、結構。吸血コウモリ強いから。バイオハザードレベル3の場所も最初的にあっちに何もできてないからね。入っただけ。正直何かができたわけがないから。割と攻略サイトとか今んとこ1回しか見てないけど、ただ操作のあれだったってだけだからね。これさぁ、仕事でこっち来るじゃん、はい、戻るじゃん、あ、携帯忘れたってなったら取り組んのって戻るでしょ。そうなるな。これセカンドディスクだったのかな。でプレイステーション出たメタルギアは漢字で1と2って書いてあって2層ディスクだったね。ほう。ファイナルファンタジー7、8は4枚ディスク。かなかな ?4 枚だった気がする。あ、なるほどね。何人かな、この人は。本当に。あとワンフロー復活してると面倒いんだよな。そうだね。まあ走って逃げるの安定。火が作られたらって。いなさそうだね。いないね。でも当時のゲーム側にはすごいよね。こっちじゃね。そうだっけ。こっちも一回セーブしていきたい。ああ、オッケーオッケーオッケー。ここまでやってるんだ、ね。死ぬのは勘弁。あ、そうか、バイオハザードの部屋、あれか、なかったのか、セーブが。今必要なのはキーピックと、ゴールドルガーと、なんだ、鍵の使う場所と、今バイオハザードの鍵があるのか、カードキーが。カードキーがあるだけだな。この4つをどうにかするよ。セービングナウ。あは。あは。セーブだよ。いやー、いろんな意味で怖いわ。いらん。過ぎるか。はい、じゃあ次回。とりあえずじゃあバイオハザードレベル3に戻ってみたいと思います。次の動画でお会いしましょう。See you next time! またおじゃな。じゃあな。